九条種道は、戦国時代から安土桃山時代にかけての九行、古典学者。左大臣、九条直行の着難。官位は、十一位、関白、内大臣。九条家十六代当主。一時名に九、三。永正四年一月十一日、九条直行の着難として誕生。元服し、九条三井家以来の九条家の官令により、室町幕府十大将軍。 足利義種より返記を賜い、種道と名乗る。若い頃は、経済的に困窮し、堺や九州あたりに住んだこともある、と伝わる。英章11年、父、直行が11位に除せられたのと同時に、種道も13位に除せられる。その後内大臣を経て、天文2年には関白及び、富士市長者となったが、1年ほどの在籍の後、 経済的困窮のため未配がのままに、翌年の天文3年11月末に辞任。経済的困窮から、摂津や張馬方面に居住する。天文15年、九条家の墓所である、東福寺達中の大金を重修。工事元年、11位に除せられるが、間もなく出家して、行空、慶空を名乗る。その後は粗末内世に住み、風雅と修行に勤しんだと伝わる。 天正元年冬、落成佐賀の方面を探訪した気候文である佐賀記を記す。天正四年頃、秋に下校しており、現地で源氏物語を抗議したことを示す資料がある。実施として、紀内の戦国大名三好氏の一族である、統合一存性質となった一人娘がいたが、男子には恵まれず、二条家に嫁いだ実妹、京子の孫である金高を養子に迎え、 天正2年5月には、家領家電記録類を兼高に譲った。また、県女を有志としており、この後、天文18年に、少女から金銭的援助を受けたり、洋孫の代に至り東本願寺と西本願寺の両者を結びつくなどの本願寺と、九条家との縁が生じることとなる。文禄三年一月五日、皇居、京年十八外祖父である、 三条西サネの影響を強く受け、古典研究者としても名高い。サネは種道に対し、英画大概を講じた上で、天章二年に、源氏物語三が大事壮伝切り同四年に種道と中野井道勝に対し、百人一首を伝授した。種道自身は、協力二年に一条、金吉の伊勢物語具検証を著した伊勢物語九条全後賞をはじめ、 源氏物語の注釈書として名高い、孟津章、天文二十四年書者の古今集病など、多数の書物を表している。山地の路、守るなどのいわゆる、源氏物語の類についても著作がある。幸福地別島二条院防室、日本四伝文選日本四伝文選秋吉後半、日本四伝文選との歴。ただし、新税も、 小犬と成した刀を所持しており、他にも大阪府東大阪市の石切り、剣屋神社にも、小刀、小犬丸と号する小刀が所蔵されているなど、小犬丸名の刀の混乱が見られる。鎌倉時代にはすでに別の刀にすり替わっていたとする説もあり、江戸時代には球場家にはなく、越前のとある神社に所蔵されていた、などとも伝わる。この神社所蔵の品もいわゆる、 写しであるとの話もあるが、明治時代に入って後、元越前福井藩主の松平春学の圧戦により、この神社から球場家が再入手したとされるが、現在の所在は不明。秋吉公判、多母人日記。ありがとうございます。